先輩とカラオケ来るの初めてっすね。そうだな、今日は朝まで歌っちゃおうぜ。はい、早速曲入れちゃいますね。あ、ちょっと待って。はい、まずは聞いてください、鈴木社員によるホーム放送。え、まもなく各駅停車和光市行きが到着します。白線より下がりましてお待ちください。おー、めっちゃ響いてますね。だろう。次は千代田線行くぜ。え、この電車は JR 常磐線阿鼻子行きです。次は綾瀬です。何これ、もしかしてずっとこれ聞かされるの。な、どうだった。めっちゃいい感じです。もう終わったよな。じゃあ次有楽町線行きます。まだやんのかい、いつも仕事でやってんだろ。次は豊洲です。豊洲の次は都営新宿線、都営大江戸線はお乗り換えです。帰りたい。すいません、駅員さん。はい、どうされました。さっきの新幹線でトイレに入っとったら折りそごねて待って。そっか、本当はどこで降りるはずだったの。メドロ駅です。なるほど、それじゃあ次の電車で折り返そっか。ちょっと待っててね。はい、こちら宅配駅、メトロ駅取れますか。はい、こちらメトロ駅です。今こちらに乗り越してきたお客様いらっしゃいまして、五条の案内をお願いします。はい、承知しました。632A折り返しですか。はい、小玉632A五条にて変でお願いします。承知しました。至急メトロ駅へ返してあげてください。宅配駅観光後お返しいたします。いやいや、宅配駅は何もないのでやめてください。はい、うるさいです、失礼します。喧嘩ですか。いやちょっと変な人でね。へっ、くそ。制限よし、蒲郡停車よし。かっこいいなおじいちゃん。停止位置よし、時刻オーライ。先輩お疲れ様でした。引き継ぎ事項ありますか。異常なし、よろしくね。はい、おじいちゃんお疲れ様。おお、ゆうと乗ってたのか。もう運転しないんだもんね。そうだな。なんでこんなに運転上手なのに。ゆうと、すべてはな、安全のためだ。じいちゃんもまだまだ元気でやってたい。でもな、年齢には逆らえん。そうなんだ。俺、運転士になる。じいちゃんみたいにかっこいい運転士に。たく、今日は最高の日だ。じゃあそろそろ休憩終わりなんで行ってきます。おお、行ってらっしゃい。あれ、マスクどっちっすか。あれ、こっちじゃないか。いや、メトロさん奥置いてましたよね。いやー、俺手前だったと思うな。え、奥じゃなかったですか。いや、だって後から置いたよ。ちょっと分かんなくなったじゃないですか。この際どっちでも一緒。嫌ですよ。いいじゃん。もう行かないとなんで、こっちつけてきますね。オッケー。え、どうした、具合でも悪い。ニンニク臭。俺のだ。あ、すいません、駅員さん。はい、どうされました。日ハムのエースピッチャー、鈴木優斗選手ですよね。あ、はい。大ファンです。応援してます。ありがとうございます。あれ、今日は巨人との試合じゃないんですか。そうです。でも、東京ドームの行き方わかんなくて。え、野球選手って電車移動なんですか。あ、僕だけです。電車好きなんで。そうなんですね。ではすぐ案内しますね。東京ドームですと、水道橋駅ですね。おー、どう行けば。山手線内回りで、秋葉原まで行っていただいて、そのまま中央線で一本です。え、日本語話してください。話してますよ。説明が難しいですかね。はい、野球しかやってこなかったので。では、大谷のスライダー回りで、秋葉原経由して、山本のストレートで中央です。あー、そういうことですか。わかりやすい。行ってきます。本当に？ちょっと駅員さん。はい、どうされました。今、改札に切符通したんだけどよ。ここにみんな通すわけでしょ。そうですね。汚ねえだろ。え、みんながベタベタ触った切符が通る道なんだろ。まあそうですね。ちゃんとアルコール除菌とかされて切符が出てくるのか。いや、そのまんま出てきますね。このご時世にどうかと思うぞ。あー、はい、俺が提案してやるわ。どこにも触らずに電車に乗れる切符、カードとかをかざすだけで電車乗れるとかな。これあったらボロ儲けだぞ。俺は売り上げの 10% だけでいいからさ。どう。みんなそれ使ってますよ。もうあるの。おっと、思ったより早く着いちゃったな。まもなく4番線各駅停車三鷹行きが到着いたします。え、三鷹駅4番線、ここ5番線だよな。まもなく到着します。黄色い線の内側に下がってお待ちください。階段降りていったら絶対に間に合わない。どうする、考えろ。ん、うわー、俺は走り幅跳びの選手だ。いける。お客様、いけー。うわー、いけたいけた。ちょっとお客様、すごすぎますって。このホームを飛び越えちゃうなんて。世界記録取れちゃいますかね。いけますよ。幅跳びの選手なんですか。はい、一応。サインもらってもいいですか。もちろんです。じゃ、また。いや、事務室までお願いします。
お客様すいません。何？近いんだけど。あーすいません。こちらの座席が優先席となっておりまして。だから何？妊婦さんに譲っていただけませんか？は？てかさ、座りたいなら自分で行ってくるっしょ。何にも言われてないんですけど。おいごらてめえ。え？てめえが周りからどう映ってるか考えたことあるか？そんな頭したやつに気安く話しかけられねえのが普通だぞ。あ、妊婦さんの気持ちまで理解しろとは言わない。でも少し寄り添ってみたらどうだ。妊婦さんの気持ちとってもわかります。私も子供3人いるので。いるんかい。